さあ、ということで、e ライフグランパストークセッションがスタートしました。司会進行の研磨水です。よろしくお願いします。この番組はユーストリームで放送をしています。豪華ゲストをお迎えします。グランパスからは、奈良崎選手と増川選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい。そしてですね、この番組、スポンサーをしていただいています e ライフの代表の山田さんです。よろしくお願いします。お願いします。選手への質問疑問も生放送中に太陽光とエコ生活クラブの Facebook ページで、受け付けます。新しいですね、これ放送のあり方ということで、Facebook とそしてユーストリームと Twitter を使って、選手へたっぷりと今日はもう1時間ぐらい時間がありますのでお話を聞いていこうと思いますので、よろしくお願いします。Facebook ページで受け付けます。後半には選手のサイン入り豪華視聴者プレゼントも用意しておりますので、どしどしと質問疑問を送ってきてください。今ちょうどテロップに出ておりますけども、ここのアドレスの方に送ってきてください。さて、この番組のスポンサー eライフさんを紹介しましたけども、まずグランパスとの取り組みを簡単に、説明させてください。その前に、企業である eライフの説明です。名古屋に本社を構える、太陽光設備販売オール電化の取り付けからメンテナンスまでを行う総合代理店です。つまり太陽光のこと、太陽光発電のことをお任せできる会社ということになります。各家庭で会社などで取り付けて、そして皆さんのエコ生活を応援しようということを取り組んでいる会社です。では、ここで eライフ の代表山田秀樹社長を一言頂戴したいと思います。お願いします。こんにちは、 eライフ の山田と申します。はじめまして。言うんですか、ね、はい、どうぞ。今その現状の太陽光発電の、お話を若干させていただきたいと思うんですが、この7月1日から全量買取制というのが、新しい制度として始まります。で、今までは、太陽光で作られた電気を自家消費に回していただいて、その余った電気だけを買い取るという制度だったんですが、これが7月1日から、全量買取制、発電したものをすべて、買い取っていただけるという制度が始まります。で、これがその単価も42円という高い単価で買い取っていただけるんですね。うん。で、一般家庭の今電気代が約平均すると20円ちょっとぐらいで、企業になりますとこれが10円ぐらいの単価で買い取っ、今中部電力から買い取ってます。まあ、中部電力というか、まあ、電力会社から買い取って、買ってるんですけど、これを売る電気が全て42円で買い取っていただけるという制度が始まりますので、非常にいい状況になってきているというのが現状です。はい、わかりました。各家庭でも企業でもいろんな新しい制度がスタートして、全力買い取り制度を含めて、太陽光発電の業界が盛り上がってくる夏を迎えるということですね。はい。ではですね、本日の番組のタイトルのある通り、グランパスとトークセッションですので、eライフがグランパスとどのようにですね、関わってきたのか関わっているのか、ちょっと簡単に写真を追いながら紹介したいと思うんですけども、その前にですね、山田さん、そのグランパスを応援しようと思ったきっかけといいますか、はい、どういうことでこういう取り組みをスタートさせたんですか？そうですね、やっぱり自然とスポーツっていうのは切っても切れない、まあ、そういう関係にあると思いますし、うん、で、自分はその、まあ、どっちかというと学生の頃までは野球をやってたんですが、やっぱりそのイメージとしてはその、まあ、晴れの日、その昼の、まあ、太陽が照る中でのスポーツっていうことになりますと、やっぱりサッカーの方がイメージ的に合うっていうことと、で、やっぱりそのサッカー の今強い国というと、まあ、ヨーロッパ、ドイツの方がまあ、強いわけなんですけど、太陽光に関してもヨーロッパというのは非常に先進国になっております。で、そういった部分でも、まあ、グランパスと そのスポンサー活動を、まあ、やっていければいいかなということを考えて、なるほど、はい、始めました。はい、ちょっとね、選手からも一言二言いただきたいんですけども、やはり毎日練習は外ですよね。そうです。インドアのスポーツでは全くないと思うんですけども、やはり外で毎日練習している割には、奈良崎選手は画面を見る限りそんなに焼けてないですね。ね。マス川選手は、マス川選手はすごい
日焼けをされておりますけど、やはり太陽の下でプレーすると気持ちいいですよね。そうですね、晴れてる方が、ね、寝そべれますしね。そうですよね。サッカーをやる上で楢崎選手、やっぱりそのインドアでやったことも何回かあると思うんですけども、まあ、トヨタスタジアムなんか半分インドアになりますけども、ね、やはり空気抜けてる方がいいですか。そうですね、気分的にもそうだし、まあ、自然を味方につけることも敵になることもあるんですけど、あ、ゴールキックをするときは、とにかく蹴る、逆風だとそんな飛ばないってことなかなか難しかったり、まあ、太陽の大きさもありますし、そうですよね。あ、そうか、マスカワ選手なんかも例えば太陽が目に入ってヘディングが しづらいみたいなこともあるわけですか。そうです、よくありますね。ね、なるほど。まあ、でもサッカーはそういった、今山田さんからもありましたけども、自然の中でやるスポーツで、まあ、いいライフのキャッチフレーズがいい人生を太陽光でっていうことなので、まあ、太陽光を浴びる2人を今日はお迎えしているということになりますけども、どうでしょう、そのドイツの話がちらっと出ましたけども、そのドイツのスタジアムなんかは屋根が全部そのソーラーパネルになっていて、大きなサッカークラブで最近だとドルトムントなんかも大きな太陽光パネルの会社がスポンサーをしていたりとかするんですけども、楢崎選手は2006年のドイツ大会に出場されてますけども、何かスタジアムが雰囲気が違ったなとかっていう思い出はありますか。そこまではその時は、いや、でもヨーロッパの特にそういうドイツ、まあ、他に先進国と言われる、まあ、そういうところのスタジアムは確かに、まあ、設備が整ってるというか、まあ、綺麗だし、まあ、そういう太陽光の確かにパネルみたいなのを見たこともあるし、まあ、すごいいい取り組みだなっていうのは感じたことはあります。なるほどね。ということで世界的に特にヨーロッパを中心に、その太陽光パネルの取り組みがスタジアムでされているということですけども、では日本での e ライフとグランパスの取り組みを写真を追って紹介していきます。まずは、こちらです。2010年から、これはスタートしていますけども、会場へと選手を運ぶ選手バスのロゴの横に、まあ、e ライフさんの企業ロゴが入っているということで、まあ、山田さん、これは選手を試合に運ぶバスに提供をしようということで、はい、共に戦うイメージがいいですよね、これね。そうですね。選手に聞きたいんですけども、松川選手、このバスの中っていうのは、まあ、試合前は特に皆さん緊迫はされてると思うんですけども、どういう雰囲気の中移動するんですか。そうですね、まあ、試合の直前とかはね、やっぱりこう集中してる感じはありますけど、ただ前日に移動するときとか、そういうときは、まあ、みんな好きなことをしてある程度リラックスするような状況で、なるほど、和やかにやってます。松川選手の指定席はどこなんですか。右後ろ3番です。後ろ3番、あ、決まってるんですね、やっぱりね。大体ですけどね。大体たまに座ってるときもあります。社長、例えば高校とか思い出すと、修学旅行だと、はい、まあ、やんちゃな方が後ろに集まるじゃないですか。そうです。優等生が前に行くって、ね、まあ僕は一番前に座るタイプだったんですけども、はい、マイクが好きだったんでね、もうバスガイドさんからマイクを奪うっていう、マスカー選手はじゃあ後ろから3番目の2人掛けを1人で使ってるんです、やっぱり。だってもうものすごく大きいですから、体が。残念ながら1人掛けを1人ですか。そうです。楢崎選手は当然一番後ろの一番左とかそういうところですか。一番後ろの真ん中にいます。ああ想像通りですね。横にはどういった選手がいらっしゃるんですか。横はトゥーリオとタマ。ああ、なるほどね。重鎮が占める席なわけです。やっぱ松川選手、後ろの3人っていうのは警戒しながらバスは。そうですね。一番後ろには座れないですね。ああ、なるほどね。そういう雰囲気はやっぱあるわけですね。はい、ちなみに前の方は誰がいるんですか。バスの前の方、はい、前の方はコーチの方とスタッフがいて、まあ、若いやつがいてって感じです。なるほど。でどんどん濃くなっていくと、だんだん、はい、幅利かせて移動中なんかは音楽聴いたりゲームをしたり喋ったり、どんなことされてる。楢崎選手は試合前のバスの中っていうのは何してるんですか。僕は何もしないです。瞑想です。瞑想って瞑想中イメージして、
なるほど、試合のイメージを。はい、いやでもみんなあれですよ、ゲームとかしてますね、うん、なるほど。松川選手は、僕は音楽聴いたり、ゲーム聴いたり、したり、うん、どんな音楽聴いてるんですか。いや普通にその時に気に入ってるやつとか聴いたりだ、あ、じゃあ決まって聞くわけではなくて。そうですね。なるほどね。はい、ということで、山田さん、このようにバスに乗って皆さんは試合開始に向かっているということです。さあ、2010年のシーズンの開幕戦でした。この日は E ライフの E ライフデーということで、グランパスのホームゲームの2010年シーズンの開幕の試合を、このように飾って、やったわけですけども、これはホーム第1戦目第2節の川崎フロンターレ戦で、残念ながらゲームの方は2対3で敗れてしまったということなんですけども、山田さんこの試合見に行かれましたよね。はい。で、初めてのそのスポンサーシップイヤーで、自分の企業がこのトヨタスタジオにこうバーンと出るということで感動されたと思うんですけども、はい、試合の方は残念でしたね。そうですね。まあ、聞くところによると山田さんが見に行く試合は負ける確率が高いということでございますけども、まあ、サッカーってこうずっと勝つスポーツだということではないのでね、非常にそういったこともあると思うんですが、楢崎選手、この2010年を振り返ってみて、このホームの開幕は覚えてますか。いや、すごい覚えてますよ、ね。はい、不甲斐なく点を取られてね、もう反省会の日々だったです。あ、そうですか。まあ、でもそれで優勝できたんですから良かったですけど。あ、じゃあ最初にちょっと痛い思いをして、まあいい結果につながったというシーズンだったと思いますけどもね。まあ、結果的にはそうかもしれないです。松川選手はこの2010年の開幕戦のことって何かありますか。そうですね、まあ最初早い時間帯に失点してしまったと思うので、そういうところでちょっと試合を難しくしてしまったと思いますし、まあ、なんとか同点にしたりもできたと思いますけど、最終的にはね、負けてしまったので、残念でしたけど、ね、なるほど。いや、でもそんなに鮮明に早い時間で失点したとかも覚えてるんですね、やっぱりね。そうですね。でもサッカーってのはどうなんですか。最初の方に失点をしたチームが逆転することっていう確率が高いって、よくいろんな本に書いてあったりとか、データで見たりすると逆転勝ちするケースが非常に高いスポーツだっていうことが言われるんですけど、最初にバッてやっぱ取られるとモチベーションも持っていかれるし、なかなか立て直すのって時間かかるんですか。そうですね、まあ、取られてしまったら取り返すしかないという気持ちにもなりますし、そういうところでこう、逆に前に出たりもしますし、逆に点を取れた方は落ち着いてしまって、こう逆にこう受けてしまうっていう部分も出てくると思うので、なるほどね。そういうところの、なんていうんですか、微妙なメンタルの出方はこう、あると思います。なるほどね。じゃあ、次のさっきの写真に戻していただいていいですか。ゴールの、ね、ネットの写真があったと思うんですけども、はい、楢崎選手はいつもここに立っているわけで、まあ、ある意味職場ですよね。職場を映しているという職場から見た景色普通の職場とはだいぶ違いますよね。ちょっと、仕事行ってくるわってここになるわけですからね。まあ、後ろにE ライフさんの看板もあって、あれですけども、この背負ってサポーターをまず最初にキックオフでスタートすると思うんですけども、もう長い間ここにいらっしゃるので、そんなに気にはなっていないとは思うんですが、いかがですか、こう後ろに自分たちのサポーターがいるとか人がいるっていうのってどんな気分なんですか。いや、楽しいと感じる反面プレッシャーも感じるし、まあ、下手なことできないなって、まあ、すごいなんか近くで僕見られてるから、ね、全部見られてるような気がして、なるほどね。プレッシャーはすごいです、サポーターの声も一番聞こえると思うんですけども、いかがですか。まあ、細かいなんかこう一人が喋ってる声もたまに聞こえてくることもあります。なるほどね。はい、松川選手もあそこの楢崎さんの職場に近いところでお仕事をされてると思うんですけども、試合中は二人でもちろんコンビネーション組みながらいろんな話をすると思うんですけども、まあ、細かい話はそんなにできないですけどね、でも後ろからボソッとこう聞
低い声が通ってくるので、それに対しての反応は、なるほどね。そのゴールキーパーからのコーチングっていうのはすごくその意識して動く。そうですね。あの僕が見えてないところを言ってくれるってやったりするので、うん、そういうところは、はい、助かってますね。なるほどね。はい、あの逆に相手側のそれは奈良選手はあのゴールに行って後半はやるわけですけども、それもまた違う雰囲気になるわけですか。うん、相手のサポーターの数にもよりますけど。うん、やっぱりそうですね。まあ、味方の方がいいですよね。どう考えそうですね。何言われてるか分かんないなるほど。今ワールドカップの予選も始まってますけども、国際試合なんかでもその相手の方に行くと、まあ、海外なんかでも行くとやっぱ空気は違うもんなんですか。よくある質問かもしれませんけど、うん、まあ、海外に行けば何言ってるか分からないから逆にそんなに、うん、まあ、気にはならないし、なるほどね。まあ、大声援でこう、うん、プレッシャーとか圧力かけてきたら、まあ、うんうんうん、声も通らないし大変なところはあるんですけど、うん、なるほど、分かりました。さあ、そして2010年の輝かしいですね写真をちょっと1枚、見せてもらっていいですか。はい、これは優勝の、トロフィーとそして、大きな大きな、銀の掲げるプレートでございますけども、やはり2010年のシーズンを振り返ってみて、増川選手どんなシーズンだった気がしますか。そうですね、やっぱりこう長年のチームの夢っていうかそういうのを達成できたシーズンだったので、うん、すごい誇りに思えるシーズンだと思いますね。うん、楢崎選手はあのプレートを掲げて あれは湘南のアウェーでしたけども優勝が決まった試合で歓喜の瞬間を迎えたと思うんですけども、何かシーズン振り返ってみてもしくは重さをかみしめてみて グランパスの一員として長い間プレーされてますけど思うことはあったんじゃないですか。いや、もちろんその長く在籍もしたし長くこう目標にしてたもんだったんで、うん、まあ、嬉しいって言えば嬉しいですけど、うん、でもまあその時間がまあ長かった割にあっという間に感じられたし、うんうんうん、まあ、このためにやってよかったっていうのはありました、うん、なるほど、はい、そして、最後にもう一枚いきましょうかね。はい、これはサポーターに、挨拶をしているという写真。別にこれ謝ってるわけじゃないんですよね。謝ってるんですけど大丈夫ですね。礼をしてるというね。テンション上がらない。なんか写真見る限りそんなんかこう どっちなんだろう、これ勝った試合かな、おとなしいかなっていう気もしますけども、これはそういったいろんな思いがあるわけですね。ありがとうっていう時もあればごめんなさいと思う試合もあったりするわけですよね。やはりシビアな関係性がサポーターとある時もあるともちろん思うんですけどもね。ということで、2010年から取り組んでいるグランパスへの、e ライフさんのスポンサーシップの取り組みと、まあ、この写真を見ながらですねちょっと振り返っていただきましたけども、山田社長こういったことで選手は思いを持ちながら、ね、プレーをしているということでございます。ではここで一旦ですね山田社長にはスタジオから、一旦退席をいただきまして3人で、皆さんからお寄せいただいた Facebook と Twitter とか、まあ、いろんなメッセージとかが来てますので紹介しながらお送りしていきたいと思います。山田さんありがとうございました。ありがとうございました、はい。ではですねちょっとここで、はい、じゃあお二人方ちょっと寄ってもらっていいですか。はい、お二方にちょっと寄っていただきまして、これも本当に新しい、番組のスタイルで、ネット中継をしながら、Twitter とそして Facebook で、質問に答えていこうということでございますけども、入ってますよ。これも放送してますからね。はい。では Facebook ページの方から事前にいただいている質問をちょっと投げかけてみようと思います。伊藤隆一さんから、楢崎正剛といえば今も日本代表をするゴールキーパー、そして増川選手といえばグランパスの不動のセンターバック、トゥーリオとのペアでゴールを守る、ということで、そういったこれはメッセージですね。本当に3人が大きな3人で、ツインタワーなんて言われても しますけども、増川選手チームで一番今背が高いのはケネディ選手ですか。ケネディですね。増川選手でも威圧感で言うと楢崎選手増川選手
ですよね。背が高いのはケネディですけど、ええ、一番大きいのはマスカラ選手。なんで声大きめに言うんですか。見た目の問題もありますけどね、まあ、本当に大きい、そういった2人を従えて のプレーっていうのはいかがですか、まあ、あの成崎選手。いや頼もしいですね、うん、今までいろんなセンターバックの後ろでプレーしてあげたけど、うんうん、まあこう信頼感、うん、安心感、まあ、そういうのはすごい感じれる、うん、2人です。なるほど。もう一問いきましょう。 Facebook ページから、水田浩一さん、個人的な質問ですが、小児の息子にもっとサッカーを好きになってもらうためにいい方法があれば教えてくださいと。絶対優勝、守って守り抜けと、ね、守り抜いてほしいですけども、お二人も息子さんがいらっしゃいますけども、増川選手どうですか、お子さんにサッカーをもっと好きになってもらう方法を教えてほしいと。一緒にやることじゃないですかね、うん、お父さんが。そうですね。この水田さんは一緒にやってるんですかね。やってるん、やってないからこういうことになる。なんかこうね、子供ってやっぱ一緒にやってあげると喜んでしてくれるし、そういう回数を増やしてあげれば、こう自然と好きになってくれるんじゃないかなとは思いますけどね。奈良選手どうですか。え、分かんないです。好きになってもらう方法。好きになってもらう方法は何なんですかね、うん、まあ、確かに一緒にやったり、まあ、サッカーの面白さを、まあ、周りが伝えれる、そういう環境に、ね、なんか子供を仕向けるじゃないけど、まあ、そういった環境にどんどんと試合に連れていくのが、ね、はい、そうですよね、はい。井田さんから、奈良崎選手に質問ですが、雑誌の対談で、契約更改で指示された年俸に対して高すぎると辞退したことがありましたが本当ですか、ということですけど、すごいなんか具体的な質問でございますけども。え、金の話はいいんですけど、ね、まあどうですかね、ね、ちょっとデリケートな問題でございますので、じゃあ次行きましょう。天野さん答えられんかった。いいですよ、もしも、ね、そうだとしたらかっこいいですよ、はい、そうだとしたらね。いやもういいですよ、次行きましょう。天野さんから、サッカー選手といえば髪型やアクセサリーなどこだわっておしゃれなイメージですが、チームの中でおしゃれ番長は誰ですか。松川選手、おしゃれ番長は誰ですか。田中葉山か藤本純吾じゃないですか。なるほど。彼らのこだわりはどこにあるんですかね。いや、もういつもなんか気使ってますよね。ジャラジャラしてますし。してるかな。奈良選手誰ですかね。え、うん、いやでもジャラジャラしてるというのはまあ早馬じゃないですか。ああ、ジャラジャラしてますかね。いろいろついてるというか、うん、まあ、自分の私服を何着か持ってきて撮影のために。うん、ほう。なるほど。というエピソードもあって。なるほどね。マジですか。撮影だっていう時に何時間持ってる、持ってきてたりとかしたから、やっぱこだわってるなと思って。なるほどね。すごいな。お二人に質問です。サッカー以外でスポーツ得意ですかと。松川選手は。いや、何も。何も。得意じゃないです。得意じゃない。奈良選手は。僕もそんな器用なタイプじゃないし、うん、何もできない。何もできない。でもゴルフ上手いじゃないですか。ゴルフは、ね、ゴルフはね、その方が。いやいや、僕のことはいいんですよ。僕に対して質問じゃないですから。はい、はい、ですね、コミさんから、今後のサッカー人生の野望ございますか、お願いしますと。うん、野望、うん、まあ、常に優勝。そうそう、もう一回優勝することですよね。優勝したいですね。はい、優勝したいですよね。ユーロ2012が開催されていますが、ズバリどこが優勝すると思いますかと。白坂さんから来ています。奈良選手誰ですか、どこが優勝すると思いますか。うん、まあ今の感じで言えばドイツとかが強いんですか。うん、ドイツが強い。松川選手は。僕かぶったんで、うん、イタリアをします。イタリアをしてます。ということで、Facebook の質問にお答えしました。続いては、はい、選手の声が拾いにくいようです。じゃあもうちょっと、はい、失礼しました。ツイッターからもたくさん質問が来ていますけども、いまいち、マッスーの声が拾えていません。質問で、ね、声低いですからね。ちょっと技術的なバックアップの方をよろしくお願いします。寄りましょうか、こうやって。はい、どうして松川選手はそんなに大きいのですかとね。
リカーズさんから来ています。何を食べたんですか。お母さんが大きいからです。そっち？お母さんも大きいですか。お母さん大きいですよ。僕みたいな顔してますよ。お母さんより髪の毛が長いっていうこともあります。いや、うちのおかんのが長いですね、多分若干。どんなあれですか、ものを食べて。いや普通ですけど、多分よく食ってましたね、うん、何でも何でも食って、はい。メグさん、メグアンダーバー19さん、夏バテ対策はしていますか。すごいです、 OL さんみたいな質問ですね。夏バテ、夏バテは2人ともする方ですか。夏は、松川選手は夏強いイメージありますけどね。あります。もう試合中バテバテですよ。結構暑いのは。夏は食欲なくすタイプです。繊細か。わかりました。どうでしょう。いっぱい来てますね。吉田麻也選手はいつまでいるんですか。今ちょっとリハビリをしてるんですかね、これ。僕もちょっと分かってないんですけど。まあ彼の言葉を代弁させてもらうと、ええ、まあとりあえず一回名古屋に来て、ええ、あの田舎の長崎の方にも帰り。ええ後に東京に帰るって言ってました。もう東京在住になってる。東京に帰るって言ってた。そこをいじりたい、はい。なるほどね。もう自分の故郷が彼はどこか分かんなくなってる、ね。オランダなのか、はい、長崎なのか、名古屋なのか、東京なのか。はい、そうですか。ね、楢崎選手に質問です。タマハイフンエンジョイイレブンさんから。この何年か髪型が短髪が多いですが、伸ばさないんですか。痛みの、はい、ツイッターならね、まあそういうことで疑問なんじゃないですか。いや、長い時も伸ばしましたよね。ね、うん、してます、してます。だけど邪魔なんですよ、ね。そうですよね。邪魔だし、ええ、なんかね、頭の中にこうやっぱこう出来物ができたりするんだよ。長いと。長いと。疑問でデリケートか、常にこう綺麗にさっぱりしておきたい。あ、なるほど。マスカー選手出来物できてないですよね、頭の中で。いや、僕はできてたとしても気にしないタイプです。あ、なるほど。はい、ですね、何の質問。出来物の話です。奈良崎さん、GBYOLO06 さん、ね、まあ、ちょっとツイッター のハンドルネームなんでちょっと間違えてた、すいません。奈良崎さんと生まれ変わったら結婚したいです。結婚してくれますか。すごい質問ですね。生まれ変わ、お前は誰やった。生まれ変わったら結婚したいということです。そうですか、ありがとうございます、ね、はい、そういったファンも大事にしていきましょう。いや、嬉しいです、ね、日に日に女性ファンがいなくなってきて。そうですから ね日に日にってもう時間時間で言っていい年ですから ね、そんなことないですけどね。まあ非常にサッカー選手として輝いているお二人を今日はお迎えしてますから、ですね、どん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 といっぱい質問が来て、 Facebook の方も来てますか、大丈夫ですか。もしあったらどんどんと持ってきていただきたいんですけども、これ高木選手が反応をされたんですね、ツイッターにね。質問します、受け付けます、はいっていう質問を。逆にこのツイ番組上で高木選手に質問がお二人からあったりしますか。質問が、うん、高木選手にも質問投げかけちゃってもらってもいいんじゃないかなと。質問、うん、なんかある。特にないですね。特にない。特にない。しゃべりましたからね、今日。普通に、古内さんより、サッカー選手になっていなかったら何をしていたと思いますか。これは Facebook のページからですね、今 Facebook でも選手への質問を受け付けています。太陽光とエコ生活クラブ、今下にテロップが出ていますかね、いますね、はい。番組の最後に選手のサイン入りグッズ、サインボールとか、レプリカユニフォームとかタオルとかキーホルダー、いろんなものを用意して、やっています。はい、では質問戻りましょうか。サッカー選手になっていなかったら何をしていたと思いますかという質問。松川選手、何でしょうね。何してますかね、うん、何も思いつかなかったからサッカーしてたみたいな感じですけどね、うん、なっていなかったら、なっていなかったですか、うん、普通に働いてきます、ね、はい、想像つかないですね、ね、想像つかない。もうそれぐらいサッカー選手を目指していたっていうことですよね。そうですね、はい。奈良崎選手はサッカー選手になかったら
ね、以前聞いたことありますけど、旅行代理店ツアーコンサル誰も言ってない、初耳やけどどうするしか聞かないコンサルコンサルタントどっちにするって全部お客さんに委ねる何ですか、なんか選手、もしなってなかったんですか、なっていなかったらやっぱり建築家でしょ、本当にえそれは本当の話ですか、なんか作りたい、作ってみたい、作りたい、いやそんな あんまり聞かないでもなんかこう適当に今言ったわけですから、でも作っていく作業は好きではあるわけですよね、そんなことないです、あそんなことないです、はい、まあでも、はい、そういうのは好きだ、でもまあそれにはなろうとは思ってないと思います、思ってないと思うどっちやねこのブルーシさんの質問2人とも答えてくださいっていうことで、難しいです、難しいですね、長尾さんから、キャプテンとして、心がけていることは何ですかということですけど、え別に何もないですね、何もない、ない、何もないというか、まあ、自分がまずしっかりしようっていうそれだけですよ自分がしっかりしようと、ああ、それ以外はそんなに大げさになんかやるってことはないです、うん、ですね、もう少しナリリンをいじってあげてというツイッターが来てますね、質問をよこせっていうことですよね、高木選手をこの番組でいじるとしたらどんなことが、あえてここでいじれということですか、そういうリクエストが来てますか、高木選手はどんな選手ですか、マスカ選手、高木選手はどんな選手ですか、もう何かしらやってますよね常にね、なんかそういうツイッターだのなんだの、豆ですよ、ね、豆です、すごいですね、僕とは真逆だと思います、そういうところは、マスカ選手はもうそういうのはほとんど豆じゃないんで、なるほど、はい、七瀬選手もツイッター、フェイスブックはやってないです、やってないですか、はい、豆ではない、豆ではない、豆ではない2人を迎えてしまいました、はい非常にハイテクな番組にアナログな2人ということでございますちょっとね、他にサッカーの質問がいくつか来てるんですけど、今シーズンのことをもうちょっと話してほしいという質問も来てまして、今シーズンのまず、まあ、調子をですね、まあ、昨年の今の時期と比べるとだいぶこうね苦戦してますけども、七瀬選手いかがですか、今シーズン今のところプレーをしていて、いやーまあ去年も最初の、ね、序盤はちょっと良くなかったし、うん、まあ、そういうのも踏まえて頑張ろうと思ったんですけど、うん、まあ今年もちょっとやっぱりいろいろ難しいシーズンになってて、うん、まあでもここからなんとか盛り返したいと思ってますけど、この間の週末のゲームで、今この放送をご覧になるときにその週末はちょっと先になっているかもしれませんけども、鹿島アントラーズのゲームがあって、永井選手のハットトリックで逆転をして勝ったという、逆転というか逃げ切ったというか試合がありましたけど、松川選手あのゲームはどんなゲームでしたか、プレーをしていて、そうですね、まあチームとしてね、まず勝ちを取るっていうところでは良かったと思いますし、まあ、中断明けで最初の試合だったんで、うん、まずは勝ち点3を取って自分たちの勝つリズムを作るというところでは本当にいい勝利だったと思います。グランパスが歴史の中でも非常にいつも難しい試合がある鹿島のアウェーのスタジアムでしたけど、あそこで勝ったっていうのは本当に大きいですよね。そうです ね、はい、あと今お二人がハマっていることは何ですかという質問も来てますね、奈良崎選手は今ハマっていることは何ですか。ハマっていること、うん、なんですかね、なんでしょう、渡辺敦史の建物探訪を、建築家、なんでボケがノープランできたからボケじゃないっていう、ああなるほどね、そうですか、あれボケって取られたんですかね、ボケって取られたんだねあそこっすかね、ACL についても聞きたいと、違う、わかんないですACL についても聞きたいですということなんですけども、はい、どうですか、 ACL の試合は結構移動も多いですしゲームも大変だと思うんですけども、はい、今のところ戦ってみていかがですか、マスカ選手。まあ確かに移動距離は長いんですけど、でもいろんなところに行ってそういうスタイルの違うチームとやるっていうのはすごく楽しいっていうか、僕の的には本当に楽しめてやれてるんで、す
すごいいい刺激でやれてますね、はい。楢崎選手いかがですか ACL は。いや ACL は、まあ、今年も狙ってたタイトルで、うん、まあ、その難しさはあるんですけど、うん、確かに、まあ、うちのチーム全員がそんなにこう負担に感じることなく前向きにやれてたんですけど、うん、まあ、あまり結果は、まあ、抜群ではなかった、うん、しかも大事なところで負けだったし、はい、まあ、まだまだ弱いなっていうのを実感して終わっちゃったなって思います。私は小学生の頃からこれツイッターの質問ですね、楢崎選手のファンですと。今年22歳になりました。小学生の頃からファンで自分が22歳になっているという、お二人とも年を取ったなと実感することはありますか。楢崎選手ありますか。どんな時に、もしかも全く実感しないのかもしれないです実感しない時もあるけど、まあ、うん、でもそうっすね、やっぱ子供の方が年齢が近いやつと一緒にやってるとか、うん、プレーしてるとか、うん、どっちかではスタッフと俺の方が近いとか。なるほどネタが通じないってことですね。なんとなくそういうギャップがあったりとか。マスカー選手いかがですか。肉の油がきつくなってきた時が最近 あるんですよね、ええ、ああいうのって昔いくらでも食えたんですよ油が重たいっていう、ね、そういうところはちょっと、ね、感じますね、ええ、食べ物の話でしたねわかりました、ええ、音声の方は大丈夫でしょうか。ツイッターの方では聞きづらいということも来ておりますけども、ぜひ対策があったら今すぐ対策をしていただければなと思いますが、僕がこのマイクをこっちに持っていくっていうこともありますか。大丈夫ですか。聞こえてますか、ね、結構寄り気味で言ってますから、はい、ね、寄り気味でちょっと話していただいて、はい、今日は冒頭でもありましたけども e ライフとグランパスのトークセッションということで、まあ、再生可能エネルギーを推進する太陽光パネルをいっぱい頑張って広めていこうということを取り組んでいる会社なんですけども、その新しいちょっと固い話にはなりますが、エネルギーのこととかっていうのは2人は何かこう考えたことありますか。特にその何だろう、石油とかどんどんなくなっていってしまうわけで、まあ、原発もいろんな問題が起こったりしてますけども、そのサッカーでできることって何かないのかなって思ってみたりとか、まあ、そのなんですけども、もうドイツに行ってみてそういった最先端のスタジアムを見て何か思うことってありましたか。そうですね、まあ、震災があったりでいろいろ考えさせることも多くあって、うん、まあ、確かになんかこう無駄なことはないかなとか、何かこれは活かせないかなとかいろいろ考えますけど、何、うん、ですかね、難しいですね。でも、うん、サッカー選手としてできることっていうのも、まあ、はい、常にそれは、まあ、最近は特にそういうふうに考えますけど、うん、まあ、まあ、こうやっぱりみんなで協力してやらないとなかなかできないことが多いので、うん、はい、そうですよね、はい、マスカー選手いかがですか。そうですね、まあ、直接サッカーでね、その電力がどうっていうことはなかなか難しいところはあると思いますけど、普段からね、まめにそういうところを気をつけて生活するっていうことは一つだと思いますし、うん、そういうところはある程度心がけてやってるつもりではいますけどね、うんうん、はい、どんどんともういろんなとこからいろんな質問が来て、忙しい番組でございますけども、もう一回ツイッターの方に戻りましょう。ACL で、上海に移籍が決まったドログバと対戦したとしたら止めてくれますかという質問が来てますけど、お二人とも国際試合の経験が終わりだと思うんですが、楢崎選手は特に外国のその大きな大会で対戦してみて、これはすごいシュートだったなのか早かったなのか、印象に残ってる選手ってのはありますか。まあ、ゲームの中での一部やから、うん、あんまり個人的にどうっていうのは、うん、はっきり言ってあんまりないんですけど、うん、でもまあドログバとか、うん、まあ確かに
まあ、僕は実際対戦してはないけど、日本代表と、ね、コートジボワールっていうの試合も経験はあるし、まあ、トゥーリオはドログバの手を折ったし、まあ、まあ、相手がそういう一流であってもなんとか止めれる術とかはあるから、もし対戦とかあったらまた、ね、それはそれでこっちのモチベーションにもなるし、まあ、それがサッカーの醍醐味だなっていうのも、まあ、最近は感じるから、楽しみっていうか楽しみですね。松川選手、そのいろんな J リーグにも各国の代表の選手がいて、はい、それこそチーム内にもね、フェリー選手もいるわけですけども、はい、実際ピッチに立つとそんなに意識はしないもんですよね、やはりね。そうですね、あの個人を見すぎるよりかは、あの全体を見るようにはしますね。どういう戦ってくるか、はい、ということだと思うんですけどね。まあでもどうしてもそういうね、あの名前がこうバーンと出てる選手に対して注目いってしまう、まあ、取り上げ安いというメディアの都合もあるとは思うんですけども、そういったことでどんどんアジアに選手が流れてきていますけども、もしかしたら将来自分たちも行くかもしれないですよね。分かんないですよね、どうなるか。そうですね、はい、ね、分かりませんけど、でっかいディフェンダーが欲しい、いやあるかもしれない、ね、どうなんでしょうね、分かりません。まあ、ない話じゃないみたいですよ。何の振り？でも全然いいんですか、そんな。いや、まあ冗談ですよ。ということで、他に Facebook から質問疑問がある方、どんどんと放送中、あと残りですね、20分になってきてしまいましたけども、教えてください。放送中に Facebook の方は、太陽光とエコ生活クラブ、今テロップで下に出てますけども、で受け付けています。選手のサイン入り豪華視聴者プレゼントも用意してます。サインのユニフォームとか、レプリカボールとかタオルとか、キーホルダーなどもご用意してお待ちしておりますので、どんどんと送ってきてください。でこの僕もユーストリームの放送は何回かやったことあるんですけども、コマーシャルがないんですよ。喋りっぱなしってことですね。喋りっぱなしなんですよね。だからもうないというか、コマーシャルがもうここに出てるんで。ああ、そうですね、はい。どんどんとそういった時代になっていくのかなという気もしますけど、タマ、はい、アンダーバーエンジョイイレブンさんから、奈良崎選手かわいいな。おっちゃんにかわいいって言ってます。見てないから想像だけど、これは音声を聞いていただいてるということですよね。はい、奈良崎選手がかわいいなと思う瞬間ってのはどんな瞬間？あ、そっちか。僕がですか。はい、まあそれ異性でも、まあ男性同性でもいいですけどね。かわいいな。人をかわいいと思う瞬間ってあるじゃないですか。人をかわいい、やっぱりなんですかね。うん、まあ、ケンさんが、うん、寝てる顔。そんな、確かに見たことあるかもしれないですけど、可愛いか、可愛いかないし、ギャップ。ああ、なるほどね。普段めっちゃ喋ってるのに喋ってないって、ね、そうそうそう、ギャップですね。松川選手はありますか？可愛い、可愛い、人を可愛いと思う瞬間。あ、自分の子供の笑顔は可愛いですよ、うん、もちろんね、まあ、ベタに言いましたね、これ。いや落としましたね、これね。いいんですよ、いいんですよ、それは父親として当然のね、あれですから。何かありますか？かわいいなっていう、ね、質問が、あの意見も来てますけど、どうですか？かわいいんじゃないですか？どういうところなんですか？え、嘘つきました。それまたノープライやります。まだノープライやります。五輪のオーバーエイジ打診がありましたかという質問が今来ていますね。打診があってもここは言えないんですか？あ、トヨスタや溝尾にソーラーつけてほしいなってツイッターもありますね、はい。オリンピックのオーバーエイジは、奈良崎選手は過去にもシドニーに行ってますけども、やはり、その若い選手と一緒に入っていくっていうのは、いろんなそのあるわけですね、期待されてるところっていうのは。
いやそれはまあオーバーエイジの枠3人ですからね、うん、やっぱり18人のうちの3人だから、うん、まあ試合で、まあ特、まあ、特別、ね、うん、なことをなプレイヤーだと見られて、うん、まあ、プレッシャーはすごいあったんですけど、まあでも 僕、うん、僕の時はほとんど同世代だったんで、うん、今行けって言われたら結構きついかもしれないですけど、うん、なるほど、まあ確実にあのおっちゃん組みたいなことになるんですよね。いやでもそういった経験をね、やっぱピッチ上でももちろん対戦相手も誰がオーバーエイジかっていうのは分かってるわけですからね。ピクシーは試合前のミーティングでどんなことを話すんですかということですけど、まあざっくりとした質問でございますけども、まあ、具体的に言うと例えばこの間の鹿島戦でどんなことを話す、もしくはいつも決まって言う精神論みたいなことってあるんですか。決まって言う、まあ、ミーティングはまあ大体流れがあって、うん、全体的なことを、うん、試合に望む上での全体的な話と攻撃面の話と守備面の話と、まあ大体そういう流れで話しますけど、うんうん、まあ、まあ、でもそんな感じです。楢崎選手はあの一緒にプレーもしているし過去にで今度監督になるわけですよね。なかなかない経験だと思うんですけどいかがですか。そうですね、うん、いやまあ現役の頃からそのなんていうんですか、まあ、プレーは華麗ですけど頭の良さとかもすごく感じてましたし、うん、まあ、その辺はこの監督としても変わってないというか、うん、まあ劇場型というかこうプレーヤーの時にこういろいろ熱くなってましたけど、うん、まあ、試合でも、まあ、監督になっても、うん、まあ、そういう一面もあるし基本的にそんななんかイメージ的には変わらない。なるほど。あのでも自身がどんどんそのどっちかっていうとねその経験としては今後自分が監督になって例えば名古屋の今の選手と一緒に違った形でプレーすることもあるかもしれないじゃないですか。そうなった時もし自分が監督だったらどういうあのチームというかねどういう空気で監督しますか。監督としては、うん、はっきり言って全くそんなのは考えてないからあれなんですけど、うんうん、でもまあいろんな監督も見てきたし、うん、まあ、こういうタイプがいいなああいうタイプがいいなとかこういうこと話すんだとか今いろいろあった中で、うん、まあ、自分はこう思うなっていうのがあったんで、まあ、そういうのはやっぱり自分のスタイルっていうのをまず見つけてやっていくっていう感じだとは思うけど、まあ、監督にはならないと思います。まあでも予想してた通りやっぱツイッターでねいつかピクシーみたいな監督をしてみたいと思ったりしますかっていう質問が来て、いたのでその前にちょっとねそんなようなことを聞いてしまいましたけども、マスカー選手あのピクシーというか、まあ、ストイコビッチ監督に試合前ミーティングで言われることで印象に残っていることってのはどんなことですか。そうですね、まあちゃんと自分たち自信持ってやれば勝てるってことは絶対言ってくるし、うん、まあ、それは常に信じて、試合に臨んでますね、はい、あのじゃあどっちかというとそのテクニカルのこともそうですしメンタルのことも意外と言ってくるであるということです、はい、天球アンダーバー133これあのツイッターのハンドルネームなので間違えたらすいません。14節終了時点で首位と10ポイント差というしかも消化試合は1つも少ないと消化試合は1つ少ないと、まだ追いつけます俺たちは信じてますというメッセージが来てますけどももう本当にあのどんどんと勝ち点をここで縮めないといけないようなシーズンになってますけどもいかがですか。今後もちろん勝つことを念頭にプレーはされていると当然思うんですけど、うん、いける自信はいかがですか。自信というかまあやっぱり戻さないといけないし、まあ、その勝ち点、まあ、1試合少ない流れの10の差っていうのは、うんうん、まあ、不可能じゃないっていう、うん、まあ、そういう気持ちはすごい強いですね、まあ、もう本当はもうちょっとやっぱり近い
むしろまあ一番上ぐらいにいればベストなんだけど、うん、まあまあ後の、まあ、過ぎ去ったことはもうしょうがないし、うん、何とか取り返したいです。マスカー選手いかがですか。まあ確かに今はね自分たちが思ってた通りには来てない順位にはいますし、ただこれから自分たちがどうやって勝ち点差を縮めていけるかっていうところは、まあ、みんなそこはすごく考えてると思いますし、まあ単純に考えれば全部勝てればいいと思うし、まあ、それは難しいですけど、できるだけ勝つ試合を多くして、まあ、コツコツですけど一歩一歩こう勝っていければいいかなとは思いますね。なるほど。でも今年はチャンピオンチームのユニフォームをこれつけてるわけですよね。ロゴがゴールドで、プレーをしているということだと思うんですけども、やはりチャンピオンを守るという、ね、難しさと、まあ、もう一回そのチャンピオンを目指すという、ね、ことを寂しながらプレーをしていると思いますけどね。はい、この番組あと残りですね、12分になって、しまいました。選手への疑問質問もうちょっとあと受け付けたいと思います。太陽光という生活クラブのフェイスブックページ、そしてグランパスのスタッフの方が今ツイートしているツイッターの方でも受付をしています。ツイッターから、U23 はサイドバックなどが充実していますと、オーバーエイジは奈良崎選手、松川選手、吉田選手にしてほしかったですというね、ということでございますけども、吉田選手は入ってますよね、オーバーエイジ枠もね、ということだと思うんですが、吉田選手が、まあ、その注目をされて、代表の選手になっていますけども、お二人から見て、まあ、自分の後輩がああいった舞台に立つというのは嬉しいことだと思うんですが、どんな改めて選手ですか、吉田選手と松川選手、同じポジションですよね。そうですね、まあ、何でも結構器用にできる感じは持ってましたし、パス出しにしても、相手のフォワードにする対応に関してもすごくこう柔軟なところを持ってましたし、まあ、それに加えてやっぱり体も強いしヘディングも強いし、まあ、いい選手になるだろうなというふうには思ってましたね、一緒にやってる時は。はい、でもその若い頃に入ってきて18歳ですよね、トップチームに上がってきて、はい、どんな選手、明るい選手でしたよね最初から。そうですね、もう最初からいじられてましたね、はい、溶け込もうという空気が伝わってくるというか。そうですね、まあ、あいつ自身積極的だったし、うん、で周りもそれを受け入れる環境にはあったと思いますし、うん、はい、なるほどね。奈良崎選手もだいぶ時間を、過ごしたと思うんですけど、はい、何ですか。あ、奈良さんかっこいいというツイッターにも反応した、うん、自分のこと喋りたい吉田じゃない、吉田選手と、ね、時間をだいぶ過ごしたと思いますけども、ああいった国際舞台でプレーしている彼を、もしくはこうなんか選手としてね、代表の先輩でもあるしクラブの先輩でもあるわけですけども、アドバイスをしたことってどんなことですか。アドバイスですか、うん、いや、まあ、なんか何言ったかとかは全く覚えてないけど、うんうん、結構まあ一緒に時間を多く過ごしたし、まあ、その中でなんかまあ彼がどう感じたかとかっていうのは分かんないけど、まあこうステップアップする上で何かこうプラスになってることがちょっとでもあったらいいなと思ってますけど、うん、まああいつはずっとなんか代表で一緒でやりたいとか言って、うんうん、戻ってくるまで頑張りますみたいな、なるほど、ね、言ってたけど、まあそれは叶わないです。なるほど。遅かった。叶わない。早く切ないな。あいつが遅いと。向こうからしたら奈良崎さんが抜けるのが早いと思ってるかもしれないですね。いや、あいつが言うのは遅い。はい、ということで、まあでも非常にね、メンタルも強いですし、プレーもしっかりしているという選手で、まあ、後輩が頑張っている姿を今語っていただきました。まあ、吉田麻也選手の質問もだいぶ来ておりましたね。ちょっと。フォーカスをしましたけども、また来ましたね、奈良さん、あ、マスさんもかっこいい、ね、もですね、次ですね。でも休憩中にイケメンがユーストリームで見られるなんて、仕事になんないですか。あ、なるほどね、仕事だって来てるのかと思った、仕事になんないですか。
毎試合楢崎選手がゴールを決めてくれないかと期待していますと質問も来て、まあ、ゴールキーパーからのゴールっていうのはねたまに仰天ニュースで見ますけどそんな狙ったことはもちろんないですよね。ないですけど、うん、まあ、ここ何年か、うん、まあ、3点ぐらい差ついててロスタイムに PK やったら俺が蹴るって言ってるんですけど、なかなかその場面は3点差でロスタイムで PK があったら蹴るとそんなこと言ったんですか。まあ、それだけでやらないですそんなレアな場所ないっすね。トゥーリョは結構回してくれるって言ってるんですけど、ね、まあ、3点差があって、まあ、ロスタイムだったら、うん、ナナさんに蹴ってもらいますからねっていう、ね、はい、ことがあるということになりますけど、はい、ということでちょっとあのもうお時間の方がですね、だいぶ迫ってきてしまいましたので、まず選手の方からですね今日は、プレゼントの方をご用意いただきました。プレゼントの方をちょっとお願いしていいですか。はい、まずですね、これは奈良崎選手のアウェーの、これはゴールキーパーのユニフォームでございますね。ちゃんとこれに、今から、サインをいただきたいと思います。そしてこれが、レプリカのユニフォーム、これに松川選手のサインを入れていただきます。お願いします。はい、はい、じゃあペンの方お願いします。はい、はい、ちょっとじゃあねこれ大変難しいので一人ずつ、じゃあすみませんお願いします。なんか、はい、はい、すみません、ね、どうしたらいいんですかね、これ いけるかな。これも放送することなかなかないですけどね。はい、はい、はい、じゃあちょっと掲げていただいていいですか、ね、このように今、サインをいただきましたので、これもですね、先ほどから申し上げています、太陽光抵抗生活クラブ Facebook ホームページから、ぜひプレゼントの方を募集をかけますので送ってきてください。はい、あとこれはお二人からにサインをいただきたいと思いますので、じゃあ僕引っ張ってきますね。まず奈良崎さんから。どこに？上で。上で。じゃあそこで。はい。ちょっとマスカー選手にこっち側に変えていただいて。はい。はい。はい。ということでしっかり書きました。じゃあボールの方もサインを見ていきましょうかね。はい。じゃあお願いします。マスカー選手、こっち、はい、目の前の。すみません。お持ち。はい。はい、選手への疑問質問はこれをもって終了とさせていただきます。また放送中に、皆さんからいただいた質問疑問にできる限りですね、後ほど目を通していただいて、まあ、感想なども選手から伺っておきたいと思うんですけども、プレゼントの方は太陽光とエコ生活クラブの Facebook ページで受付をします。また詳しくはそちらの方を後ほどご覧ください。あとこのボールとですね、あとプレゼントくださいが入りませんが、なんでそんなタオルで、あとこれは携帯ストラップですか、でこの携帯ストラップもあります。プレゼントの告知のページに渡してもらっていいですか、ね、はい、このようになっています。2012年ゲームシャツ L サイズ、奈良選手のサイン入りを1名様に、2010年ゲームシャツM サイズ松川選手のサイン入り1名様、そして2012年のゲームシャツ M サイズ両選手のサイン入りを1名様、サインボール、これは松川選手と奈良選手にサインをいただきました、これを2名様と、タオルマフラーエンブレムを2名様、グランパス君のミニストラップを、これは7名様ということで、ぜひ、太陽光とエコ生活クラブの Facebook ページからエントリーをお願いします。たくさんの応募お待ちしています。ありがとうございました。はい、ということで、本日から7月の1日まで、この太陽光とエコ生活クラブの Facebook ページで受け付けますので、どしどしとご応募してください。もしかしたら都合によってその応募期間が伸びる可能性もありますので、ぜひ下の方のページ、ここでログインをしてみてください。では最後にちょっとお知らせをいくつかご紹介させてください。2012年の7月から電力買取制度がスタートします。これは発電した電力を全て電力会社が買い取ってくれるというシステムです。先ほどもちらっと話ありましたが、
エネルギーの作り方を考え直す機運が高まっている中、 e ライフでは一般住宅のほか企業特有の屋根や屋上を発電所にしていく、そして地球環境の温暖化に目を向けて、かけがえのない地球環境を守って電力を少しでも補うために 再生可能エネルギーの普及に努めていきます。太陽光発電システムは導入をすることで節税効果があったり売電の収入もあるという制度です。また蓄電池などと組み合わせると災害時や停電時でも非常用の電源として役に立ちますので、ぜひ、重要な設備の一つとして考えをしてみてください。また電話とか、こういった通信機器とか照明などを確保する可能性もございます。そして自治体によっては補助金の制度があってメリットが大きくなる場合もあります。詳しくは e ライフの専門家に話を聞いてみてください。フリーダイヤルは 0120-117-279 0120-117-279、 ホームページは elife-meko.co.jp と今出てますね。こちらの方にどんどんと応募を、そして電話を問い合わせをしてみてください。また6月の27日ですけども、この日はグランパスはジュビロ磐田線がホームであると思うんですが、 e ライフがもう一つイベントを行います。テレピアホールにて昼の1時から東日本大震災、災害時継続支援事業311千本桜プロジェクト夢の力応援ライブが開催されます。和太鼓のアイドルユニットシード対電撃ネットワークのパフォーマンスもあるということでございます。この夢の力応援トークショーには僕も参加いたしますので、ぜひ皆さん、どんどんと送ってきてください。23日ですね、はい、6月の23日、はい、でございます。で6月の23日はですね、ホームで7時から、ジュビロ磐田戦があります。非常に好調のチームの一つだと思うんですけども、松川選手、何かその試合に向けて一言お願いできますか。いや、前回のアントラーズ戦でしっかり勝ったので、うん、ホームでもしっかり勝てるようにしたいですし、連勝して勢いに乗りたいですね。楢崎選手はいかがですか。いや、マスが言ったように、はい、勝ち続けるしかないし、ここからまだ強いグランパスを見せれる、ホームでもしっかり見せたいですね。キャンプではそういったもう一回仕切り直すぞっていうようなことでやったわけですよね、練習もトレーニング。そうですね。ということで、その成果が早速アントラス戦で現れて、今度ホームでのまたジュビロ磐田戦があるということですので、ぜひ応援に駆けつけてほしいなと思っております。今日はたくさんの Facebook の参加、そして Twitter への参加、ありがとうございました。新しい形の放送でお送りしてきましたけども、 e ライフとグランパスのトークセッション、これをもちまして、選手の対象となります。では、奈良選手と松川選手、お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、今回 e ライフの山田さんをお迎えしたいと思います。今日のこの模様はアーカイブでまたずっと継続的に皆さんにご覧になっていただくようにしていきたいと思いますけども、山田さん、はい、選手2人が本当に1時間近い間、いろんな質問に、楽しいことから真面目なことまで答えていただいたわけですけども、いくつか、ね、ツイッターの方でも、水尾やトヨタにも太陽光を、ね、つけた方がいいんじゃないかとか、ドイツのスタジアムに見習ってなんて意見もいただいてますけども、いかがでしたか今日は。そうですね、自分がこういう放送自体初めてだったということもありますし、このユーストリームという取り組みと、またそのグランパスの選手が来ていただいて、こういういろんなリアルタイムに話をこう展開できるっていうことがすごい見てても良かったなっていうふうに思いますし、その選手の人柄っていうのも非常に分かりやすく出たっていうところと、やっぱり試合のことになると真面目にこう話しする姿を見てると、やっぱりプロの選手だなっていうことを感じましたね。はい、すごい良かったです。はい、分かりました。いろんな形での支援があってですね、スポンサーをすることとか、足を運んで選手に声援を送ることっていうのは、いろんなそのチームのバックアップの仕方があると思うんですけども、こういった直接グランパスへ応援をしている企業が選手を招いてユーストリームの番組を行ったということで、非常に新しい取り組みだったと思いますけども、もう一度最後にですね、太陽光とエコ生活クラブ、
フェイスブックページの告知といいますか、皆さんに参加してほしいというような一言いただけますか。そうですね、今私たちが取り組んでいる太陽光発電、これは今いろんなその原発の問題だとか、エネルギーの問題、電力不足という問題もこうある中で、皆さんにとっても関連性の高い取り組みをしている企業だというふうに考えております。で、日頃の中であんまりそういうことがわからない人たちでも、うち の, ページの方に来ていただくと、今こういう流れになってるんだなということがわかるように、今そういうページを作っておりますんで、今日皆さんユーストリームだとかフェイスブックを見ていただいた方もですね、またぜひこれを通じて これからですね、e ライフの、太陽光発電とエコ生活クラブの方にまた来ていただければ嬉しく思います。はい、今下にURL が出てますけども、こちらの方までぜひですね、Facebook ページの方で参加をしてほしいなと思います。とあとプレゼントが、今日はたくさんありました。もう一度プレゼント画面の方を出してもらっていいですか。はい、こういったものを揃えて、皆さんのご応募をお待ちしています。今番組中に書いていただきましたけども、ご覧のプレゼントどんどんと先ほど申し上げた Facebook ページから応募してきてください。はい、ではスタジオに戻していただきます。はい、ありがとうございます。ということで1時間ちょうどお送りしてきました e ライフトークランパスのトークセッションでございましたけども、たくさんのアクセスをありがとうございました。そしてこれで Facebook の方も盛り上がるといいんですけども、はい、皆さんのご意見ご感想などもお待ちしています。ということで e ライフの山田さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。近い進行明けますでした。どうもありがとうございました。